大東文化大学4年フォワードの猿沢桃香です。今日は応援ありがとうございました。今日の試合は前半で2点取ることができ、後半は粘り強く守りきることができたので良かったです。次節も大東らしく粘り強く戦い、勝ち点3を取り切れるよう頑張りますので応援よろしくお願いします。